2球で追い込んでいます。小林1球外に外します。小林はおよそ2ヶ月ぶり、昨日1軍に戻ってきました。相葉中村がベンチ裏に下がりました。ワンボールツーストライク、追い込んでいる畑小林バッテリー、落としてきてツーエンドツーです。河合さん、おととい昨日とこう先発から中継ぎに配置転換されまして、何かこう気迫を感じるような畑のピッチングだったと思うんですが、はい、もうそれは素晴らしかったですね、はい、アントを抑えればプロ入り初セーブですが、ちょっと力が入った。さあランナー出るか。ですからまあ先発から、ね、こう中継ぎに回って、まあ、1イニングずつ投げて、まあ、その体に、まあ、例えば張りがあったりとか、はい、まあ、そういうこともまあ考えられますんでね、まあ、そういう中でまあ今日どういうピッチングするかなという感じですよね。23球16球と2日続けて投げてきて、高く上がって、ファウルボールにご注意ください。外れて先頭のスパンゼンバーグにフォアボールです。畑清秀プロ入り5年目、センター岸、プロ入り初セーブでこのゲームを締めるんでしょうか。さあただ1番に帰って岸です。この岸がもしつなぎますと森友哉に回ります。初球抜けた、ツーアウトランナー二塁一塁で、初球まずインコースのまっすぐ、キャッチャーの小林のサインに大きくうなずいた畠選手。小林外に寄った、外151キロ見送ってワンボールワンストライク。まず河合さん、ストライクをストレートを打ち外と2球続けました。そうですね、いやでもしっかりとね、指にかかっていいボール投げてますよ、チームの勝利がかかるこの場面、おそらくプロ入り5年目初めて味わうこの緊張感でしょう。キャッチャー小林低く来いというところ、ワンボールワンストライク、落としてバットは止まっています。小林でしょうか畑でしょうか、スイングスイングという大きな声も聞こえましたが、三塁側から見つめる宇都宮哲也、1010日ぶりに宇都宮が戻ってきたこの今夜の東京ドーム、一体どんなドラマが待っているんでしょうか。ツーアウトランナー二塁一塁、ホームランが出れば逆転のこの場面、低め見てスリーボールワンストライク。いやあれ、あのボールを我慢できるのはすごいですよこの場面で。そうですか、やっぱりバッターも打ちたいですから、振ってもおかしくないですけど、あれが止まるのがすごいです、はい、さあ河合さん、次のボールですね。まあそうですね、ボール先行、ストライクを取りに来るバッテリー、もちろん狙っているでしょう森友哉、腕を振ってこいというキャッチャー小林、外れてフォアボール、満塁。追い込んで少し外野も前に出てきました。さあどうだ、センター抜けるか、抜けた、